こんばんは。ほい。この本にです。こんばんは。めっちゃ可愛くしてもらいました。嬉しい。ありがとう。そう、ありがとう。天むす、あ、まあそう、天むす、まあ、最初は何も考えずにワンちゃんヘアだったんだけど、無理やり天むすにしてる実は。あ、見ました、ありがとうございます。ツアーありがとう。まんまるだよ。和やか、あの、本当無理やり無理やり作った。あ、よく和やか。でもね、今日名古屋でライブがあって、明日もあるんだけど、みゆきさんがね、発祥はみゆき、あ、そうなんだ。みゆき。あの、ワンさんだったから。ちりさんがよくされてる、あの髪型。したいですって言ったら、ああ、お腹売りポニーね。この髪かわいい。ありがとう。カメラにも良かったです。カメラも映ってて。今日まつげの調子がめっちゃ良かった。本物です、それは。だから本物をしてもらいました。そう、今日めっちゃ調子いいよ。だね。今日はね、一人じゃないよ。ご当地かね。そう、私は名古屋。そんなに可愛いの本当？名古屋の時はね。やったー。あの、髪型にしようって決めた。明日本当に髪型決まってない。今日はっちゃけてるからな。だから明日はまだ決まってないけど、あれにしようかな。そう、うん、迷われる明日。いろいろ探してみようかな。あれです。魅力、あ、魅力良かったですか今日も。手羽先って、もそう、手羽先ももらえてね、天むすももらえて、いつもはっちゃけていいね。なんで台湾ラーメンってもうラーメンみたいにいっぱい。今日のどの調子はいっぱい歌って、ちょっとごほごほなるけど大丈夫。おお、隣の人か。名古屋グルメ、味噌カツと、なんだっけ、手羽先と、ポテサラ。エイトさん、ヨシノミありがとう。つぼいよしきさん、バラありがとう。ドラガンさん、めっちゃ可愛い、ありがとう。コジさん、先生ありがとう。みんな、なんだ、私の前にピオリンはね、ピオリンはまだゲットしてない。後ろから飛ばしてんの。そしたら真ん中らへんに行く。まつげね、めっちゃ今日で、ね、調子よくて、ちょ、ここが気になっとるんですけど、ほわツイッターのしてた写真かわいかった。やった。今日の写真撮影者様はサーヤンです。サーヤン、サーヤン、お互いに取り合いっこしてました。下ね、下ね、ね、前の方でもちゃんと踊りたい。踊ろう。エビの美味しいせんべいはまだゲットできてない。名古屋飯はその天むすとか、あの、お土産、お土産じゃない、お差し入れでいただいたやつ。でもピオリンはなかったから、
明日あるかなってちょっと期待してる。分からんけど、あの赤と黄色のペンライト持った方がサインボールをもらってくれた。お色ゲットできてないね。ふんちゃんと目が合った？ありがとう。今まではなんか見えんかったやん。今日子持ちに会えて嬉しかった。モカも嬉しかったよ。ってなっとったやん、そう、今まで。ピオリン食べたの？でも多分そこら辺、その落ちた場所にはファンの方はいなかったよ。だからずっと出せた。今日はパフォーマンス綺麗だった。ありがとう。あ、やばい、あのイヤホン入った。大丈夫？音。でもきっと私のサインボールを受け取ってくれた方は、あのね、大丈夫？嬉しいと思ってると思うよ。嬉しいと思ってほしい。じゃあよかった。明日の朝モーニング行くの。うん、起きれたら。きれいだ、なんか食べたいけど。投げる場所がちょっと運動神経悪いので、投げる場所はどこになるか分からん。一生の宝物に。大丈夫、ありがとう。今までもらった方と、これからもらう方。下投げ、下投げしたら。今日ね、前髪の調子も良かったの。ほら、今はちょっと風に吹かれちゃったの。全然立ってさ、ここ。私の声大丈夫か？大丈夫だったよ。頑張って歌えたよ。もちゃのサインボール、僕はもうおりゃーって何も考えずに投げてる。それは違う。名古屋といえばモーニング。あ、そっか、名古屋といえばモーニングなんだ。モーニング、モーニングだったら頑張って起きなきゃ。ちょっとモーニングは難しいかもしれない。起きれない気がしてきたよ。どんなことをもらったら嬉しい。もーちゃんコール頑張ってくれたの、ありがとう。嬉しいことを聞きました。嬉しい。コール聞こえるとすごい元気もらえる。なのでもーちゃん見れるからワクワク。寝れるかな。ねんと。でもそう、私のやつね、結構ふわふわボールだから。おちゃんのサインボール知り合いが、ゲットしてたの、ね、マジか。キャッチしやすい。量が多いよね。量多い。出てますか。もが好き。ああ、なるほどね。もらった、それを受け取ったことによって。お昼とかもモーニング出して、あ、そうなんだ。あ、そう、ももか今日ね、サインボールにね、めっちゃ下手くそなピオリン書いたんだけど、誰がゲットしたんやろ。確かに。めっちゃなんか写真集予約するしかないな。うん、なるかもね。カツサンド美味しいんだ、食べたい。カツサンド。全然無理だったけど、すぐ見つけてくれて嬉しかった。うん、見つけたよ。もちゃんが前来た時はペンライト持ってた方が嬉しい。手ぶらでもずっと見てたら嬉しい。うん、ペンライト、そっか、見つけやすいっていう点ではあるけど、一回見つけたら大丈夫、覚えてるよ場所。明日買いとこしかも予約受付中。防衛に買いとこか。どんなピオリンだった。あー、そう、写真撮ればよかったね。今日のなんかボードみたいなやつにもピオリン書いたんだけど。やばいって。スルーしないで。皆さん届き合ってレッスンしてるところ見た？あのなんかさ、ごめんなさまの時にさ、いいことしないで、なんだっけ、契約成立邪魔するようにわざと話しかけたら旗をぶたれたのところで、ひなさんと
イチャイチャしてました。怖いな。抱きついてくれたのでみたいな顔で、私がこの推しと一緒のステージにいて推しと抱き合えるってどんな世界線なんだろうみたいな、もう素晴らしい世界線を生きているなと思いながら今日は踊ってた。何言ってる。ケンちゃんか一度撮って読んで手放してほしくない。うん、そうちょっとそういうこと書いとくわ、とりあえず優しく。そんな役変わりましょうか。嫌です。あ、そうだ。あのね、あのさ、あの多分もう言っていいんだろうけど、なんかあれ私も言っちゃいけんと思ったんだけど、なんかポスター貼られてるらしくて、あのなんかあれなんだっけ、9月の5日の南国のサニー、サニー、あ出てこない、サニーマットで、そう イベントってもない、そうおまわりさんのやつでも、そのそう、うん、でも20分とかやけんみんなは来れないと思うけど、来れないっていうかそのももがもう何時間のイベントもだったらあれだけど、時間が短いから、そうなかなかみんな来れないと思うけど、そうでもなんかポスターが高知に貼られとったらしいんですけど、なんかはまだ言っていいかも聞いてなくて、でももうポスターが貼られてるからあ言っていいんだと思って、そうなんですよ、そう平日やけん、そのみんなはなかなか来れないと思うんですけど、もし今高知の方とか、今高知に住んでるよとか、四国にいるよとか、もし暇だったらぜひ、写真はまた皆さんに送りますので。怖い、誰もいなかったらどうしよう、誰か見てくれるかな、立ち止まって誰かのお買い物してくれてる方とか、そのポスター検索したら出てくるかな、なんかね、のあの一世桃花ってエゴサしたら2個ぐらい出てきたんよ、あったよみたいな、その日はコーチにできました。え本当に来てくれる、なんかちょっと ね誰もいなかったらどうしようっていう不安感とはちょっとが今すごいあのジルさん、ジルさんのアイシャドウをまた STU の公式でこう一応その宣伝っていうかお知らせしてもらえるように頼んどこうって思うんですけど、休みなら日帰りでこっち、無理はせず、本当ももさんも暇だったら結構良きなアイシャドウ使って、ワイの話、ワイのアイシャドウ可愛いんだよ、ももさんのもっとアイシャドウ、ももさんのアイシャドウ最近新しくしたからねなんかバズってるやつなんだよね、そうバズってて、ね、すぐ買いに行った、うん、すごいももさんね、それ、なんだろう、おしゃれっていうか、ね、流行りの なんだろう、メイクいつも、うん、そうなんか知ってる、そういつも知ってる、でも、うん、分野によるメイクは好きだけど、お洋服のブランドあんまり知らなくて、そうお洋服はやんちゃんのイメージがある、あー洋服はね、ね、そうだね、そうメイク好きやけん、メイクそうだね、確かにそうかも、そうなんよ、メイクが好きなんです、メイクとヘアアレンジ、うん、うん、そうだね、
前髪切ってあげるね。あ、そう、切ってもらう、これからどうしよう、これでめっちゃさあやがした眉ちょんだったら私が失敗したのバレる。 NG で言うわやばい。こないだ切ったんよね。そうそうそう、で今日も切るそう、今日これから配信終わったらね。ごめんなさい、まあ、ミスったらファンの方に謝サーヤのサーヤのファンの人にごめんなさいって。でもさ、この間完璧で大丈夫って思うか。本当に間違えたことないの、あ、間違えたことじゃない、失敗したこと人生で一回もない。そうなの、本当に、ね、本当にね、もはやうん、あの美容師さん、うん、なんだろう、もはや、もう多分なんて言うんだろう、うん、前髪切ってもらう、うん、あの時よりももしかしたら、うん、ももちゃんの方がよかった、うん、あの私には合ってるかも。よかった、うん、本当にちゃんと可愛くしますので、皆さん、あ、おんまゆ期待してる人いるよ、サーヤの。やめてよ、やめてよ誰本当にプロですよ。前髪も前髪も中学生ぐらいからずっと切ってて自分で。おー、そう、前髪歴は長いよ前髪のみ長い、うん、すごいよ、頑張ります。しかもね、あのね、そう、みのちゃんどんだけライブしてもずっと前髪がもうすごいのよえ、でも昔は割れてて真ん中に、うん、あ、そうなの、今は、うん、なんだ、前髪をこう洗って、あ、アイロン、いいのかな、でもやんちゃんはね、前髪綺麗だと思うんだけど、私は生え方がちょっと変で、うん、あ、そうなの、なんかちょっと変わってて難しいんだけど、うん、サーヤンは綺麗なイメージがある。本当に、私結構乱れるよ、うん、そう、汗かいちゃうか、確かに汗かいちゃうかな、そうだね、それや、それか、もう、うん、おでことかに結構パウダーをいっぱい塗りたくって、なんか前髪にもあるじゃん、あのドライシャンプーじゃないけど、なんかポンポンするやつ、うんうん、あれをもうず、うん、一部終わった後にポンポンポンってやってあの対策してたら大丈夫。どうしようかな、そうするわ。コーチのビルとは1時から1時に、そう、お昼なんよ、ね、もうそっくそうさ、原点よね、原点、え、今日汗で目に入って、汗が、あ、痛そう、目に入って、そう、めっちゃ染みた、目が痛いよね、汗って、なんか痛かった、染みた、今日なんかね、え、でもすごい会場涼しかったよね、うん、なんか涼しかったけん、あ、今日は多分大丈夫だと思ったけど、全然、うん、ちょっと汗かいてるイメージあった、みんな、うん、でも体にうん、そんな感じだった。近畿警察署長、いや多分ね、ストップ特殊詐欺のやつ、年々さ、うん、代謝良くなってるかな、前より、うん、なんか年々ね、前髪がさ、あー、なんでだろう、でもいいことではあると思うんだけど、いいこと、いいことだけど、そのライブだけに関しては嫌だよね。そうなの、え、何、年齢をさ、年齢の、え、そういうこと、え、絶対違うよ、絶対違う絶対違う、人それぞれだよ、違う、え、ちょっとご情報やめてくださいよ、ちょっと本当に、え、でもさ、ももくんもう、うん、そのもともとあんま汗かかんけど、うん、ちょっとかくようになったんよ、え、ちょ、ね、え、いや違って、わかんない、踊っ、いっぱい踊ってるからなんか体質改善されたんかなって思ったんだけど、勝手に、いや、わかんない、よくわかんない、確かにね、動くようになったから、え、そうっていうのもあるよね、うん、いや、年齢じゃないよ、だって小学生の子もね、汗かいてる子はかいてるもんね、そうか、そうか、そうか、もう、そうね、そうね、
ステイさんのレッスンの曲のレッスン大変だった。でも焦るももちゃん焦るももちゃんごめんやばい、いやもう焦ってないよね。うん、全然焦ってなかったよ。フォローフォローフォローしてくれない。違うよね、本当のことを言っただけよね。そうやないよ、ね、そんなに大丈夫。そこまで今考えてなく違うよ、みんなねえ。そうだよ、もう違うよ。もうそんなもうガチで焦ってフォローしとったら多分笑ってないよ。, 笑ってた目は、うん、いや今普通は体質もそうね、メンバーによっても違かったりする。私は体にめっちゃ汗かく人なんよ、本当に。確かに場所関係ありそうね、人によって違いそう。優しい、もっちゃんが溶けてた時、溶けてないよ。うん、顔にはあんま汗かかんけど頭にたまにかくんですよね。前髪にはかいてないけど、あ、ここらへん。スーパーカブさん、ありがとう、ありがとう。サラちゃんの前髪参考。え、ああいう前髪も憧れてるけどね、なんかできないんだよね、パッツンしか。やってみたいんだけど難しくて、髪の生え方もあるもん。コーチのイベントは9月の5日にあって、あの公式でもちゃんと告知していただくようにお頼みするんですけど、あの多分警察の姿なんかな、本当にもうかも、なんかあんま聞いてなさすぎるんですけど、そうだ、 SK さんの曲はパレオ難しかった。休んでくださいね。あんまり見えないの、こうしたらファーストどうしようかな。ネットガールズルル見ました、よかった。あ、そう、あれあれあれにする。でも振り付け楽しい、あれも。あれにしようかなと思った。今日はチャ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 、今明日もありますからね。衣装の緑がSKEさんっぽかった。夏曲ね、盛り上がるの、うん、初めて踊れたからよかった。一緒に踊ってた。いいよね、本当に。なんかはごめんね、サワーは研究生の昇格ツアーで踊っとったんだけど、パレオは初めて。後ろにいても全力で踊ってた。しかも今日1公演じゃん、だから力をこう出せるんだと思って。意外に孫フラッシュ、青い海の中フラッシュ、意外に孫。また完成してない。珍しい魚は愛子ちゃんがやってた。なんかめっちゃね、これめっちゃ可愛いよな、愛子ちゃん。明日は意外にマンゴー。意外にマンゴー。わきだきもいいよね。今日近くて好きです。どう？でもそう、ももちゃん、ももちゃん予約してくれたんや。ああ、そうだ。そう。
そう。そう。連絡してくれたの。でもね、あれその時すごい嬉しくて、今も嬉しいと思ったんやけどさ、うん。今ちょっと思ったけどさ、うん。見るってことよね。え、そう。なんかさ、まださ、同期でさ、初めてでしょ、やんちゃんが。今ちょっと一瞬思ったんやけど、ちょっと。そう、同期でさ、うん、出してる子ってさ、やんちゃんが初めてじゃん。すごい不思議な気持ちなんよ。なんか、わかる、なんか先輩が、ね、そう、先輩がのを見るのと、サーヤンのを見るの、なんか違うの。ね、同期のやつを見るのは、なんか、今一瞬思った。なんか、あって。楽しみにしてるよ。そうでもあの一緒に温泉とかさ、うん、行ったことあるもんね。うん、そう、うん、それはなんかでそうあるんだけど、うん、なんだろう、なんか写真集ってなるとなんか、うん、なんか違うの、ね、キャッてなる、なんか写真集だと、ね、でもちょっとすごい感想気になる。いいよ、じゃあ一枚一枚話して、動画撮っててね。一枚一枚、もーちゃんは全然まだ見てないですよ。もうファンの皆さんと同じ。私も見てないからね。そう。本人見てないのに私見とったら怖いよ。私あの運営さんみたいな作っとる人。作っとる人。確かに目の前で渡したいかも。なんかポストカードもらえるじゃん。うんうんうん、欲しかった。ね、嬉しい。そう。でも前。うん、ユミリン住んだ時に予約したら名前が書かれること知らなくて、なんか急にモモが購入したことがバレてて焦って、なんでバレてる、そうあれなんでバレとるんと思って、そうびっくりした。あの時は今回もバレましたよ。今回はちょっと一番最初の配信で買おうと思って。あ、嬉しい。そう、あ、やばい、もう52分だ。早っ。早いね。楽しみ、写真集ありがとう。照れますね。照れちゃいます。うん、そう、いい子ですよ、めちゃくちゃ。うん、いい子です。メイク好き。まつげパッチ、次なんだろう、男女買ったら読もうかな。写真集ミューズ配信。あえ、でも 見たいね。見たいです。キュート、おわキュート、今日キュート。ほんと明日の髪は迷いちゃう。安定大体でも決まっとる、うん、大体同期のことになるからね、うん、ポンデリング、確かポンデリングに見えてきた。え、違うよ、あれよね、ティ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 。え、なんだっけそれ。ポケモンを休ませますか。何かと思った。そう、ファーヤンが今日ファーヤンがポケモンセンターの人にいる人の髪に見えるって。私もその姿を見た時に頭の中でティー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 なんかポケモンの回復とかしてくれるお姉さんいるじゃないですか。ピンクの、そう、ピンクのポケモン連れて、ピンクのポケモン連れてる、ピンクの、そう、その人のに似てるらしい今日。そう、ポケセンジョイさん、ジョイさんって言うんだ。ジョイさんめっちゃ可愛いよ今日。ジョイさん髪型が、だそう、ラッキー連れてるんだよね、ラッキー。そんな早がってなかったかな。どんなんだっけ、お団子なんかな、ジョイさん。お団子か。でもなんかさ、帽子かぶってる、帽子。え、そう。みんちゃん回復させてく、そう、今ならみんなのこと回復させられるかもしれない。お願いします。
どんな音だっけ。どうせだ。お願いします。音覚えてる？なんか回復の音。あ、てんてんてててて。あ、それだ。ちゃんちゃんちゃらちゃん、お預かりしますねって言って、ちゃんちゃんちゃらちゃん。よし。いやでもみんなは回復。チャーチャーチャ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 こちらも読みます。10歳のひでくん、ありがとう。12のエイトさん、ありがとう。11のケイスティンさん、ありがとう。明日も配信で見るね。起きる期待しつつ起きた、き待ってるよ。ありがとう、配信見てね。10のふくらかさん、ありがとう。大岡さん、さくらかさん、9位の X まどすけさん、ありがとう。8位のたらいもさん、ありがとう。7位のふみやとまく夫婦さん、ありがとう。得意のモーカーが近い、近いくて大大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 大好きかけど、あのね、くせんまん1万ありがとう、ね、ちょっともっとゼロ増やしたいな。5位の幻さん、ありがとう。4位のコウジさん、ありがとう。名古屋、ありがとう。楽しかった。明日も楽しみにしてます。楽しみにしよう、一緒に楽しもうね。3位のたかちさん、ありがとう。今日のもめっちゃ可愛かった、後ろからよく見えた、見つけた、ありがとう。2位のドラガンさん、ありがとう。遠くからでも素敵なパフォーマンス、バチ見えて見つけたよ、ありがとう。ちんのふくちゃん、ありがとう。名古屋1日目めっちゃ楽しかったよ、ありがとう。もう一杯目がいましたね。ありまるちゃん、ハートありがとう。ふくちゃん、かわいい、ありがとう。エガドワイトちゃん、かわいい、ありがとう。みみんさん、お疲れ、ありがとう。ケイシティさん、チンジュ、ありがとう。たかきさん、バラ、ありがとう。えいちゃん、ハイビスカス、ありがとう。コウジさん、ハイビスカス、ありがとう。もーちゃん、よく見えたよ、ありがとう。どうなの、また明日もよろしくお願いします。その時もあるです。最中中央もあるけど。おやすみなさい。あ、無力は確かに、無力はもう切れちゃう？え、そう、切れた？まだ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 。あ、時間が見えない。あと1分。あと1分。もーちゃんいるように頑張れ。うん。しもて、おーめ。イエーイ、ありがとうございます。おやすみ。また明日。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。ありがとう。バイバーイ。おやもも。おやさやん。